1. 1薬師温泉2。芋川温泉3。折立温泉4。大湯温泉5。栃尾又また温泉6。駒の湯温泉湯の谷温泉郷は、新潟県野沼市にある温泉の総称。小出地区から奥畳に向かう谷沿いに、薬師、無倉沢、芋川、折立、大湯、栃尾又、また、駒の湯の各温泉が並んでいる。越後駒ヶ岳の北隣にあり、晴れた日には、 駒形家の有志が、間近に見える。湯の谷温泉と名前が付く温泉は、愛媛県西条市、鹿児島県霧島市、霧島温泉郷にもある。折立温泉の露天風呂駒の湯温泉、大湯温泉の前景大湯温泉近くの、細戸渓谷吊り橋大湯温泉は、湯の谷村氏によると718年に、行記により開け湯とされている。大湯温泉と同じく行による、 海遊伝説がある。戦国時代には、直江兼かを、はじめ多くの武将に利用されたとされた。現在の大沼市の一部であった小出島組は、慶長3年、上杉影勝が合図へ違法されてから掘り正しの、所領となった。直家の父である直政が、四日町の諏訪神社に、領地三井氏を寄進した。しかし、慶長5年に起きた一揆で文書を失ったので、 諏訪神社が再度寄進してくれるよう堀に願い出た。このことに対して、堀直政の家臣、岩倉伝右衛門が、諏訪神社の官主に差し出した、慶長六年の寄進状がある。その中に、直政様ご当時の右利、お墨付き飛行との記述があることから、小出島組を流れる佐那市川の上流にある、大湯温泉に当時したことが記され、すでに開け湯していたことがわかる。 関英年間から安政年間の約200年にわたる、上田銀山の銀の採掘の際には、三国街道の小出から銀山に至る道中の宿場としても栄えた。明治時代後期の温泉番付において、前頭とするものも、ある戦後、奥多田見ダ,ダムの建設が始まると建設関係者の宿泊、接待や宴会などで賑わい、大湯温泉スキー場が開業。 バスツアーも組まれるようになった。バブル期にかけては、温泉街の観落的要素も強まっていった。江戸時代から現在まで、約400年続いている旅館もある。商法越後国絵図の控えでは、いうと記されている。上京3年に、大湯、土地をまたいゆゆ主船受取所で、入浴料を徴収していたことが記されている。土地をまた、 駒の湯は1979年3月27日、環境庁国時代12号により、国民保養温泉地に指定されている。魚沼地方のバス路線図。上部の農大大色の路線及び季節運行路線が、アクセス路線となる。ありがとうございます。